芥川賞作家の川上美恵子さん44をネット上の投稿などで脅迫や中傷したとして、東京地裁、金沢秀樹裁判長は10日、東京都の女性に慰謝料など約320万円を支払うよう命じた。判決は、れ、し、んでしまえと思っている。やるっきゃない、さ、とげ、すしか、などとした女性の投稿について、生命や体に対する加害行為の意思を表示すると指摘。 この影響で川上さんが対談イベントへの出演を取りやめたとした川上さんが盗作したように読める投稿については盗作したと認める証拠はなく盗作を信じる相当な事情もないと判断社会的評価を低下させたとした